消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、りょうへいです。りょうぞです。そして、美容のおっちょです。はい、お願いします。すいません、ありがとうございます。お願いします。いえ、ありがとうございます。今ね、グローブ業界を、の目玉って言っていいのかな、すよね、増加してます。ありがとうございます。はい、もうみんな知ってるんじゃないかっていうディオさんのオッチョさんに来ていただきました。はい、ありがとうございます。ということでね、僕もすごい気になってはいるんですけれども、実際生で見たことなかったんですよ。他の YouTuber の方の動画を見るぐらいで、まあ、正直僕自身が特徴をよく知ってるかって言ったら申し訳ないんですけども、はい、まだ知りきれてはないです。ヒロトもあんまり触ったことないんで、そう、はい、UFO のちょっと触ったぐらいかなっていう、うん、P さんが持ってるのはそれを知ってたん で、ね、ちょっとそういったところで僕も知りたいなということで、本日出演していただけるということでお願いします。お願いします。で、この後もね、ショーヘイズ、今僕たちユニフォーム着てるんですけど、ショーヘイズの試合にも参加していただけるということで、はい、よろしくお願いします。楽しみましょう。はい、じゃあまずどちらかというと比較的新しいメーカーではあるんじゃないですか。そうですね、はい、メーカーを立ち上げたきっかけっていうのは、代表と自分で今やってるんですけど、はい、代表も自分もグローブが好きで、まあ、趣味の延長線上じゃないですけど、はいはい、またグローブって他のメーカーだとプロの革と一般に卸してる革って違うんですよ ね、 そうですよね。プロと同じ革を一般の人というか自分たちも使いたいっていうのから立ち上げました。はいはいはい、そうですもんね。だから結局プロモデルって言っても革質は3、4ランクぐらい落ちちゃいますし、でそこがやっぱ同じものを使ってるっていう感覚にならなかった。同じモデルを使ってるだけだったっていうのを、全く同じものを使わせていただけるって、やばいね、これはやばいよね。はい、ということで今日はたくさん持ってきていただいたんですけれども、まず3つのグローブをご紹介していただければなと思います。じゃあまずちょっと手に持ってるものからご紹介していただければ。こちらはまあオーソドックスの内野手用のモデルになります。ウェブがエッジ付きで玉際にも強い設計になっています。閉じやすそうですね。そうですね、閉じやすいです。革のキュッキュッって音がめっちゃいい。好き。ちょっと僕的に思ったのが、はい、他のグローブ先ほどちょっと別で触らせていただいたんですけど、はい、そちらもめちゃくちゃ広かったんですけど、これ指型が入ってないにもかかわらず、はい、広いなっていう、結構広めのグローブが多いのかなって。そうですね、まあ今多分片付けしたやつ触ったと思うんですけど、やっぱ結構広がっていきますね。だってどっかに当たれば入ってくれる、はい、そうですね、っていうようなグローブ で、はい、で浅くも使える。浅くも使えます、ね、薬指で革で取れば、ね、安心のグローブですよね。安心安全、一家に一台置いときたい、そういう感じですよね。で、これ一応サンプルなんですよ。これサンプルで、ここにね、薬指のところに、これも加工大変なんだよな。かっこいいし、わかりますよ、加工大変なのは。いろんな方の話聞いて、ここもね、華麗にやってのきちゃう。しかもこの刺繍もかっこいい。これもしかしてジュテルですか。これジュテルです。ですよね、触った感じですぐ分かりました、はい、普通背面にツヤが出るの分かるんですよ、はい、補給面のツヤ、補給面もそうですね、ツヤ出ますね、張りがすごいです。あ、いい匂い、変態、この匂いを待ってたカラーリングもすごいおしゃれですし、はい、先ほど言った薬指しかり、いろんなオーダー対応ができるってことですよね、はい、ジュテルに関して言うと12色限定になっちゃうんですけど、まあ、仕様に関してはいろんな仕様ができる、ね、はい、かっこよ。ちょっとね、これ一つで1時間ぐらい喋れちゃいそうなんで、じゃあ次行きましょう。じゃあこちらのグローブなんですけど、今回実験的に作ってみたグローブで、はい、外野手用の型を1センチカットしてバスケットウェブをつけてみました。どっかで聞いたな、その話。まあ今多分メジャーでやってる方がそういう感じで使ってるんですけど、はいはい、ちょっとまあオーダーしたのは多分その方がグローブ出す前に一応オーダーして、ね、最近出来上がったんで、刻印に2022年2月9日って書いてある。先取りしてる。そうですね、開幕前なんで。まああの方はもしかしたらもうちょい早めからそういうのやったかもしれないですけど、まあまあ、世に出たのは俺が先と。そういうことですね。こちら一応外野仕様でバスケットウェーブつけることによって、まあ外野からピッチャーもでき、大きさ的にもサードとか外野もいけるんじゃないかなっていうぐらいの大きさになってて、まあ今草野球とかではいろんなポジション行ったり来たり多いじゃないですか、はい、ポジション移動するたびにベンチ戻ってグローブの交代とかそういうのをしなくて、これ一個あればどこでも。じゃあもうオールラウンダー向けって言ったらいいのかな。でここから言っちゃうと高
校生でよくチャーガイアをあそうですね、はい、ピッチャーやってました、はい、一回ガイアに行きます、はい、でまたピッチャー戻ります、はい、あるじゃないですか、はい、そういう方にもすごいおすすめじゃないですか。そうですね、いろんな複数ポジション守ってる方におすすめですね、うん、で最近ピッチャー用ってもともと僕ってずっとこういうイメージだったんですけど、はい、最近あの田中投手とか岡田投手とかが、はい、こう使ってますよ、縦にってなると縦に使えるんだったら外野でも使えるよね、はい、話になるので、であとは小指2本対応ですか。これ小指2本対応ですね。っていうことは、まあ、小指2本でピッチャーやる方もすごいいるじゃないですか、はい、何でもできちゃうな。何でもできますね、やばいこれは、はい、ということでもうね、はい、こだわりというか特徴だらけですね。そうですね、このグローブに関しては結構そういう感じで作りました、ね、でちょっと気になったんですけども、オーダー対応できるんですか、カラー種類、まあ、大体の色はできますね、レースに関しては。さすがすぎる。水色とかも。水色とかもあります。草野球人も必見と。そうですね。じゃあありがとうございます。じゃあ最後ちょっとね、とっておきのグローブを、はい、こちらグローブになります。はい、あれちょっとお借りします。はい、ちょっとね、鳥肌立ってきたんで、これはまさかナンクルナイサーの。そうですね。え、やば、触っていいのこれっていう。同じ仕様で、あくまでちょっとうちのサンプルでちょっと作ったんですけど。大丈夫ですか。全然大丈夫です。お願いします。あ、先に出してます。つけ、やばいこれ。え、大城選手こんなでっかいの使ってるんですね。でかいの使ってますね。びっくりしましたね。セカンドショートなんで、はい、そういうなんかどちらかというとコンパクトめなイメージがあったんですよ、はい、京セラドーム打球速くなるからかな、はい、かもしれないです。で、また特徴的な守備っすよね。守備位置が結構そうですね、深めで、はいはいはい。でも握り替え早いなと思ってたんですよ、はい、大城選手。その特徴がここに出てるなと思ってます。手指のさらに下めっちゃ広いっす。まあプロの選手の手なんでもちろん大きいんであれなんですけど、ここクソ余るな僕からすると、はい、手を入れた時にすでに広い感じがします。ポケットにしろ中の手袋にしろ、はい、震えるその上じゃ土手の方で取れるって言ってもちゃんとウェブ下にもちゃんとポケットもありますし、はい、これがプロのグローブかなんか突っ込めちょっとプロとにも考えさせてもらって、はい、すいません、失礼します。いや、めちゃくちゃサード向きかなと思ったんです。意外とセカンドいけるなと思いました。やっぱ広さ、広さ、取ってからの速さすごいなと思います。しかも頑丈だしな、まあ、硬さ残ってますよね。まだ全然硬いですね。さすがジュテル。ジュテルってこの色あるんですね。ジュテルもあります。こちらディオブラウンというカラーで売っています。あ、ね、ありがとうございますちょっと、はい、ボーダスの入り方によってやってしまってる。そう、4つ買ってきました。俺どんな大企業で働いてんだろうな僕らが言ってない特徴とかってまだあります。じゃあそこで革っすね。そうです、革質、ジュテルの革質。他のメーカーさんとやっぱ対抗するところっていうと、その革質で先ほど言っていただいた、はい、プロと同じものを使えるっていうところがやっぱ売りというか、一番他のメーカーさんに負けない特徴、はい、ね、まあ本当に自分たちがただ買いたかっただけという、それが僕たちの夢なんですよ、はい、夢ですね。確かに持ちたいですもんね、プローブなんか。ぜひね、皆さん本当に同じものを、現にねプロ野球選手使用モデルがあるので、はい、使えるよっていうのがもうね実証されてるわけです、はい、ぜひぜひちょっと皆さん気になったらぜひ購入の方とかね、はい、オーダーの方していただければなと思います。で、はい、ちょっとこちら気になってオーダーしたい方はまだ出てくると思うので、お値段の方は、オーダーが6万円からになります。で、まあ一色増えていったりとか、はい、プラスオプションですね、ぼちぼち、はい、で、ちなみにこれを作ろうと思ったらどのくらいですか。これを作ろうと思えば、はいはい、7万ぐらいですね。プロと同じものを自分の好きなように作れるんだったら7万は安いんじゃないかと思います、はい、皆さんね、概要欄にインスタの方にちょっとこれからまたホームページも急いで作ってるので、ひとまずはインスタグラム、はい、URL 概要欄にありますので、皆さん、チェックやってて、他にもねたくさんのグローブ出てますので、はい、そちらの方もチェックよろしくお願いいたします。お願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございます。ということで、本日はディオさんの輝くグローブたちを紹介させていただきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではお願いします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。Yeah.